大人の世界にようこそ。はい、本日もね、東京2020オリンピックやってまいりたいと思います。ちょっとね、まあ、100メートルを一生懸命頑張ってるんですけども、やっぱりなかなかね、10秒の壁が切れなくてね、ちょっと悩んでるんですけども、まあ、なんとなくね、コツは分かってきたんで、やっぱり連打はね、こうコントローラーを持ったままの状態だとダメですね。何かに置いてとか、膝の上に置いてとか、台の上に置いてとかやった方が連打はいいのかなと思って、ちょっとそれでなんとかまずは9秒台を目指したいと思います。ちょっとタイムは縮まってます。自己ベスト今までよりも、今までは確かね10秒09ぐらいだったんですけど、あれからちょっと練習して縮めました。もうこの辺はちょっとね、予選はだからもうちょっと流していきますんで、ほら10秒02、もう少しで。でもまだね、桐生くんとか超えられてないですね。小池くんとかね、サニーブラウンくんもちょっと、それまずね、現実の選手から勝たないと、日本人にね。ただここは流しますんで、ちょっといつも通りで、いつも通りの連打の方法でいきます。これはいつも通りです、はい、ちょっと流してます、はい、ほら流して10秒79ですよ、かなり流してます今は、最後のラストスパートもしてませんので、ガチャ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 ってのもね、はい、じゃあ準決勝も、危なげなく勝っていきますんで、もちろんトップ通過を果たしていきます。トップ通過というか、まあ、この組の中でね、ここはちょっと頑張っていこう。準決勝は連打頑張りますよ。ちょっと置いて、コントローラー置いてちょっと連打しますんで。これほんとね、しかしなんかね、腕が痛くなるんですよね。本当に腕鍛えないとね、これガチに。はい、ダイヤモンドに変えました。なんとなく鋼なんでね、こう鎧着てるんで。で、ここはちょっとね、ちょっとさっきよりタイム出したいなっていう感じはありますね。連打の方法も変わりますんで、10秒前半を目指して。あれ、ちょっと遅かったか。まあでも、まあ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 ね、最後ちょっと胸張りをしなかったんですけど、これですから、ええ、よし、10秒切れますね、これでね。あ、よし、いけますよ、これなら、ええ、で決勝へ。まだね、メダルも取ったことないんですよ。 やたらね、前の人たち早すぎるんでね、バカみたいに早い連中がいるんですよ。それはちょっと勝てないと思うんで、あとスタートの反応速度がなんかどうしてもね、一番遅くなっちゃうというか、ギャンブルスタート切ればいいのかな。振動で分かるって言っても分かんないんですよね、こっちはね。10秒な、あ、これは勝てるな、これは勝てる。目指すはメダル。はい、準決勝以上のタイムを出せばこれメダルいけるでしょう。10秒023。これ以上目指しますよ。悪くないと思う。どうどう、あー、10秒138か。ベストタイムは出したけど、あ、出してないね10秒0いくつだったもん。遅くなってるか。
遅くなっちゃったな。あ、でも今回いけたね。1位ね。バカみたいに速い連中いなかったもん。残念で、ちょっともう一回やろうか。もう一回ちょっともう一回チャンスをください。ちょっとね、準決勝でちょっとあれだったな、力を使い果たした感があったんで、準決勝までちょっと流していこう。本当のアスリートのようにね、ちょっともう 80m ぐらいでちょっと抜いていこう。ただ従来まで の、 あの連打の方法でいきます。あの手に持った状態でのコントローラー、そうすればまあ大体10秒1切るぐらいなんで、大体10秒、うん、10秒 1は切らないな、10秒後半ぐらいか、うん、これで楽々通過できるんで。うん、いいよ、流します。はい、うん、大丈夫ですね、うん、予選はまずね、いいでしょう。はい、準決、決勝なんですよ、すべては。これもなんか本当のね、あの情報みたいですよ、このオリンピックの陸上競技場のね。私 100m のね、決勝のチケットを応募したんですけど、もう見事に落ちましたから、もうというか何一つ受かりませんでしたから、もうね、いろいろとレスリングとか、ね、応募したんですけど ね、伊調さんは 出れないし、でも伊調さん出ると思って応募したのに。はい、随分なんか老若男女飛んでるな、もうメンバーがね。しかしもう力抜かないよ、こっちは。まあ準決勝だから抜くけどね。手に持ってもやります。多分いけるでしょう、これ。軽連で、軽連で、軽い連打で、はい、うん、いけますね。はい、よし、こっからです、こっから。さあ、ここまではいつも通りですね。はい、ポイントも貯まってきたな。ポイント貯まるといろいろね、このなんかキャラのタイプとかを変えるのにポイントが必要なんですよね。例えばスピード型からパワー型にしたいとかって時に、はい、3位内入りたいな。これどういうメンバーがいるのかっていうのが分かんないもんね、これ見てもね。キングっていうのはさっきも言ったけど大して速くなかったんだよな。大体前の人も、うん、コーディアスペシャリスト、速くないな、この人は。敵じゃないな、これは。ほら、ベストタイム見てくださいよ。あ、やばい、アピール来た、よし来た、よし、忘れなかったぞ、危なかったね、今ギリギリやったぞ。すっかりもう、ロケットスタート決めたいな、ここは。セット。あー、ダメか。え ?10 秒09って早、あー、遅いか。ベストじゃないね。あー、ちょっと。これメダルは届かなかったかな。え、あ、2位だ、2位だ、やった、2位だよ。ちょっと待って、リプレイ見よう、リプレイ。これは大したこと、ほら、後半の伸びね、カール・ルイスバリの。あ、あっちから来たの。あー、見えたね、今ね、金メダルがね。あのインコースのさ、黒人さんの捉えてもう行ったかなと思ったんですけど、ほら、まさかまさかの外からね。おこれ格好以外はもうまともですね、すべてね。スタートがもうちょっとね、どうやってみんな出てんだろう、本当に。はい、まあでも初めてこれで表彰台じゃないですか。ほら、来ましたよ、来ましたよ。カナダの女性ですよね、じゃあね。日の丸がシルバーメダル、ボクシングでもそうだったけど、まだシルバーメダルしか取ったことないんだよな。あ、銀メダルボーナス、おお、はい、
ポイントもらったんで、じゃあまたなんかちょっと次回別の競技で頑張ってみたいと思います。はい、とりあえず本日はこの辺で、はい、次回もお願いします。さよなら。